はい、皆さんこんにちは。今日は74年前ですか、長崎に原爆が投下された日でございます。慎んで犠牲者の方には慎んで哀悼の意を捧げたいと思います。そもそもですね、長崎も広島もそうですけど、原子爆弾を投下するということは一般の無辜の市民がたくさん死ぬということなんですね。実際死にました。で、戦争にはルールがあります。その大きなもの、ルールの中で大きなものに、非戦闘員は殺しちゃいけないと。つまり軍人兵隊、まあ、それに所属する人はまあ別にして、非戦闘員ですね、一般市民です、女子供はほとんどそうですね、は殺しちゃいけないと。でそれを殺すことは戦争犯罪だというふうに決まってるんですね。で、日本軍、旧日本軍の作戦の中にですね、非戦闘員の殺戮を目的とした作戦は一つもないと私は理解しています。明治になって日本陸軍ができた時、できて以来、日本海軍ができて以来、非戦闘員を殺戮する目的での作戦というものは一つも立案されてないし実行されてないというふうに私は理解をしております。それは戦争ですからね、やってるうちに非戦闘員を巻き込んで殺しちゃったっていうことはあり得るでしょうけども、それを目的とは全くしていなかったのが旧日本軍でございます。ところがアメリカはですね、第二次世界大戦の時に原爆2つ落としましたね、長崎、広島で、大都市はほとんど空襲しました。大阪、東京もう大空襲で原爆に匹敵する犠牲者が出ています。東京なんか下町を空襲して、まあ女子供を殺すのが目的だったわけですね。これは明快な国際法違反です。で、日本の空襲を指揮したのはアメリカのカーチス・ルベイという将軍なんですね。で、こいつは言ってますよ、もし負けてたら俺は戦争犯罪者だみたいなニュアンスのことを言っておりました。この方ですね、戦後は日本の航空自衛隊の育成に貢献をいたしました。それでですね、何十年か経ってからこの方に日本の勲一等なんたら勲章ってあげましょうという話になりました。その時にですね、授与するのは天皇陛下、当時の昭和天皇ですね、昭和天皇が授与するのを俺は嫌だと意思を示されたそうです。そういう事実があります。昔々のことですね、もう75年前。やまあそういうことをね、今から蒸し返してアメリカよって、お前たちは戦争責任があるんだと、みんなこと言ってみてもしょうがないわけであって、どっかの国みたいにね、その70何年も前のことをうちゃうちゃ言って今の人間に謝れとかっていうアホなことを言ってる、それと同じことをやる気は全くありませんけども、日本人はこういった事実を知識理解として知っておくべきなんです。私の親は空襲にあったんです。たまさか空襲で死んだ近しい親戚はいませんけども、そういう方は結構多いと思います。それは戦争犯罪によって殺されてるんですね、空襲で死んだということは。そういう事実は皆さんどうぞご認識ください。はい、どうもありがとうございました。